すごいね。再收个菜我就下了。我收个，顺便看一下看一下21章开始的剧情。どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ！估计下周，估计下周通关了。下周我看一下，下周三有新的战棋游戏，但是下周三之前不知道能不能通关。下周三有新的战棋游戏。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ。哦，好难啊，这只鱼。どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ。
釣りは成果が全てではない。続けるか、どれにするんだ。そこに投げてみるか。今だ。らしい成果だ。私も驚いたぞ。あ、一千的这么难钓，那两千的不是更难了？続けるか。どれにするんだ。そこに投げてみるか。今だ。成果が全てではない。続けるか、どれにするんだ。そこに投げてみるか。今だ。しい成果だ。私も驚いたぞ。続けるか。どれにするんだ。そこに投げてみるか。今だ。成果だ。やるな。続けるか。どれにするんだ。そこに投げてみるか。今だ。
釣りは成果が全てではない。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ！有必杀技的可能不行。成果だ。私も驚いたぞ。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ！成长模式，一个是随机加点，一个是固定加点。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ！成果だ。やるな。また来るといい。
します。はい。また見に来てよね。ヘンシア、この鍋は？神龍様のために手料理を用意したの。スパイスが入っているから体が温まるわよ。あと傷口に効く薬草も手に入れたの。もしもの時はこれを使ってね。ありがとうございます。すごく気遣ってくれますが、一体どうしたんですか？神龍様に言われて気づいたの。私は誰かを思いやる気持ちをもっと磨かないとダメだって。この前はしつこく迫ってごめんなさい。私のこと許してくれる？許すも何も、初めから怒ってませんよ。ならよかったわ。私のお母様は外見と内面どっちも素敵な人だったと思う。だから私もお母様に負けないような素敵な女性にならないとね。神龍様、大事なこと気づかせてくれてありがとう。オルテンシアなら必ずなれますよ、素敵な女性に。でもいいのかしら。私が外見と内面を磨いたら神龍様メロメロになっちゃうと思うわよ。メロメロですか？望むところです。言ったわね。その日が来るまで覚悟してなさい。楽しみにしていますよ、オルテンシャ。吃空气，吃空气，哪来的烤全鸡？哪来的烤全子音？俺に教えてくれ。ロサードは本当に美容に気を使ってない。好きなように生きて好きなように食べています。俺は体型を維持するために食事制限までしているというのに。カードさん、ロサードは本当に特別な美容法をしていないんですか？俺のこと美行でもしてたの？でもそれならカードで占うまでもないでしょ。俺は本当に何もしてないって分かってるはずだよ。まあそうだね、ロサード、羨ましいよ。何もせずにその美しさを保っていられるなんて。羨ましいならセアダスも好きにすればいいじゃん。好きにすればいい、ロサードと同じように。そうか、我慢や苦労は心の負担となり美容にも悪い。だから何も我慢せず欲望の赴くままに生きる、それが一番の美容法なのかもしれないね。太りたくないからと食事制限をしていたら余計に太ってしまうということか。そうだ、そうに違いない。ロサードの生き方で証明できてるじゃないか。よし、俺も好きなだけ食べる。鶏の丸焼きを5人前、たっぷりの蜂蜜も用意して。今日からは気の済むまで食べて好きなだけ寝てやるぞ。いや、さすがにそれは太るかも。ま、太るのは悪いことじゃないし、せやだせ幸せそうな顔してるし、別に止めなくてもいいか。どうせ
停止、撤退しよう。この異形兵の数にはかなわないよ。大丈夫よ、私がみんなを守るから。オルテンシア、危ない。ロサード、ロサード、私をかばって。撤退するわよ、誰も死なせちゃダメなんだからね。ロサード、しっかりして、死んじゃダメよ。目が覚めたのね。大丈夫、私がわかる。ああ、平気平気、ちょっと気を失ってただけ。ちょっとって、そんなわけないわ。私、あなたが死んじゃったらって。って、こんな時に何書いてるの？自生の句？似顔絵だよ、オルテンシアの表情、いただきだ。何よそれ、本当に元気なんじゃない？心配して損したわ。ほら、この髪見てみなよ、本当にいい表情をしていると思わない？ロサードの意識が戻ってほっとしているところだものね。そうね、悪くない表情だと思う。ロサードの言う通り、学園にいた頃はよくこんな顔もしてたわ。苦手な授業で刺されなかった時とかね。ちょっと、それよりは真面目な顔してるわよ。ねえ、この似顔絵、俺の宝物にしていいかな？仕方ないわね。でも他の人に見せないでよ。もちろん、分かってるって。ロサード、助けてくれて嬉しかった。かっこよかったわよ、ありがとう。思えば私はずっとあなたに助けられてるわ。お礼だったらまた素敵な表情を見せてくれれば十分さ。そんなことなら、花月这个天赋，花月应该用斧子。进化になってくれてありがとう。真的应该让花月转个用斧子的职业，让他去用斧子。他那个天赋太适合用斧子了。花月干脆让花月转个那个格里芬，然后用斧子，也不美滋滋。また匂いに釣られてここまで来てしまった。龙骑也行，但是花月的力量成长率有点尴尬。申し訳ありません、ミステラ王女。他转个龙骑，转个。いいんだよ、セアダス。だって今回は。私がシェアダスをおびき寄せた。他就进攻嘛，转个龙骑或者转个格里芬，然后掏出斧子去砍了。斧子就装备必杀斧就行了，必杀斧可以用到通关。他那个命中率，他的命中率那么高，一把必杀斧，一把头斧就行了。パンに挟んだよ。それは俺の大好物です。うんうん、知ってるよ、シェアダス。そしてこっちには。他加入的时候没培养，现在在培养来不及了。蜂蜜をかけたものもあるんだよ。ふく、それも俺の大好物です。体型が崩れるのでめったには食べませんが、しかしミステラ王女、こんなに俺の好物ばかりを用意して一体何を考えているのですか？どうぞ召し上がれ。そんなことを言われましても、太ったら戦にも支障が。私はソルムの次期女王として国民の幸せを心から願っているの。セアダス、あなたの幸せは何？それは这主要是历代主角出来抢了这些新角色的分头，导致这些新角色在玩家中的印象并不深，不像风花雪月里面个性鲜明的角色太多了。你看那个山猪人气多高，你看风花雪月那个山猪的人气多高，皇女的人气多高，好，你再看这个星座新人的人气，完全就被那个十二个老人给抢光了。十二个主角把这些新人的分头都给抢光了。そうですね。王女がここまでしてくださっているんです。いっか、
今日ぐらい。うんうん、せやです。さあ召し上がれ。いただきます。君を待って。今日はどうしようか、体と相談して決めてくれ。素晴らしい。聞いてるよ。かっこいいよ。聞いてるよ。かっこいいよ。いい感じだ。素晴らしい。頑張れ。聞いてるよ。いい感じだ。頑張れ。いい感じだ。かっこいいよ。素晴らしい。頑張れ。いい感じだ。聞いてるよ。素晴らしい。素晴らしい。僕も幸せだよ。また一緒に鍛錬しよう。あ、ええ。どれに挑戦する？いってらっしゃい。四点吧，但是最后一个有点难做。最后一个如果 SS 好像可以加四点，好像又不加。我第一次做完那个最后一个没有，一点都没有加。好，最后一个花时间又太长了，干脆做第三个得了。第三个起码可以做得到 SS。2000多三千吧，大概我估计三千左右，大概三千左右吧，我估计。
受けたま。我没有银晶石。またお待ちしてます。ようこそいらっしゃいました。ご注文受けたまわりました。お待ちを。さてやりますか。この程度簡単です。極上のお品を用意いたします。レスモス。うん、持ち運びを。三件补点货。哎呦，紧急转，各有千秋。转的晚好像是 SP 可以多拿一点，转的早成长率稍微高一点，各有千秋吧。他转的网好像是 SP 可以多拿点，我没验证过，你们有空可以试一下。屠龙刀再买一把吧，正好缺一个。岩枪要不要弄一把？岩枪是十点，雷剑是十三点，那没什么用。头斧是14，头枪是12。太穷了，太穷了。明大虎32。最强风。拖龙。どうぞ。
被强迫。どうぞ。火山爆焰吧，再买一个我看一下。火山爆焰也行。啊，火山爆焰再买一个。哎呦，いらっしゃ。どうぞ。前田里。我操，他用不了托龙啊！他用不了托龙，火山爆焰也用不了。主角的专属剑什么时候拿到啊？主角的专属剑什么时候拿到？还有那个 S 剑什么时候拿到？到时候主角换那个专属剑，然后
哦，终于可以学打带跑了，终于可以学打带跑了。这个也要学打带跑，这个这样奶完以后就可以走两步了。利格尔特，奶带跑，这叫奶带跑。对对对，飞行的最好每个人都弄个载移动，那个载移动对飞行单位帮助太大了，特别是地形复杂的时候，隔着一条河隔着一座山的时候太强了，飞过河打一下飞回来，飞过山打一下飞回来。奶带跑就等于变相加二移动力了，只要能，只要随便找个会选喊一下。辛格他在哪？哦，在这。今日は来てくれてありがとう。シアルフィー家のシグルドだ。先学普通的再移动，先学普通的再移动，以后再学再移动加。普通的一千，学了以后再移动加会便宜一千，所以先学一千的，先学一千的，以后再存够一千，再进化成那个加。68怎么还没打中我？怎么刮痧？哇操！有完没完？68你都砍不到，我终于砍到了。父君のことを守れなくてすまない。子を残していく辛さを知っているはずなのに、私は。大丈夫よ、シグルド。私はもう一人前。快下了，快下了。イルシオンを復興するって大仕事があるんだもん。我现在就三个飞兵互相配合作战，两个可以，这两个可以奶的。啊，我好想，有点想再培养一个飞兵。现在再培养个飞兵来得及吗？感觉来不及了。我后面还会再加入一个莫布是吧？等那个莫布加入，我给他转飞兵好了。这样子就四个飞兵编成一个小队。有啊，射程加一的戒指好用的一匹，真的射程加一的戒指太好用了。现在培养懒得培养了，直接等那个莫布加入，把莫布转飞兵就行了。等那个莫布是跟贝尔一起加入的吗？那莫布加入我直接给他转飞兵了。要够点数学心欲护符啊！我现在那些人。都不够点数学了，算了，就用莫布吧。反正莫布一加入的时候属性就不错了。反正现在也只能上场12个，等莫布加入后也可以上场14个了。
綺麗に。莫布成长不行，莫布是这个游戏成长最高的人。莫布是整个游戏里面成长率最高的人，你去看那个成长率。ありがとう。他可是整个游戏成长率最高的人。君は気が利くんだな。おっと、そこは、おっと、そこはくすぐったいものだな。気持ちいいものだ。またぜひお願いするよ。对，加入了，加入了玩，最后一批加入了。但他素质高啊，他加入的时候素质很高，他这种角色就属于那种官方怕玩家没有好好培养角色，然后后期给玩家一个现成的练好的角色给玩家，就怕玩家没前期没有练好角色，后期送你一个直接练好的角色，太贴心了。すまないが頼む。ご苦労だったな。この恩は戦いで返す。莫布加入我就给他转那个施救，莫布一加入我就给他转那个格里芬。明天了，21章要明天了，我马上就要打21章了，明天打。残念。またお願いね。お手数おかけします。あ、そこぐすがったい。とっても気持ちよかったです。よかったらまた。汚れてて恥ずかしいです。あまり見つめないで嬉しいです。まさか私が撫でられる側になるなんて。くすぐったいな。ありがとう。なかなかいい感触だった。我明天打21章。21章是有什么赶时间的吗？如果是慢慢推那完全没问题。是有什么赶时间，就是有小偷偷宝箱吗？还是怎么样？21章难点在哪里？是有小偷偷宝箱，还是有什么时间限制？没时间限制，那怎么样都能赢啊。あなたになら安心して任せ。どこを触る。もうおしまい。あっという間だったわね。哦，瞬移又是那种瞬移过来打我一下那种吗？哎，那不是二十张吗？20张他就是那种瞬移过来打我。你说的是不是20张啊？那个要点按的图，五个点无限刷怪，我操！那我怕卡，这种关我就怕卡，我不怕别的，我就怕 NS 很卡，我就怕卡，我不怕敌人多，我就怕卡。打起来就很难受。现在有谁练级的？主角13，谁地狱10方的去练一下级。11，好像就小偷了，小偷才11，给小偷。名乗るよりも始めよ。花月参上、手合わせ願おう。やあ、男の弱肉強食、世が弱かったのじゃ。鍛錬でなければ殺めて。
ゼルコバだ。語ることはない。アルフレッド、マイル。甘さに引く。鍛錬が足りなかったか。鍛錬でなければ、あやめて。我有三个回避 T 啊，我有三个回避 T。名乗るよりも始めよ。僕がお相手します。負けちゃった。鍛錬でなければあやめて。クーラン見つけたぞ。えっ、びっくりした。あなたはゼルコバさん。何を驚いている。え、その顔が怖くて。顔だって。なんでもありません。僕に何か用事ですか。お前に聞きたいことがある。だから面を貸せ。僕何かしちゃった。まだ何もしていない。これからしてもらうんだ。どういうこと。俺の悩みを解決するためにお前のある能力が必要でな。僕の能力。なんだろう。人に誇れるような能力なんて。声が小さくて聞こえないぞ。言いたいことがあるならはっきり言え。もしかして俺に力を貸すのが嫌なのか。艾比好用，艾比伤害很高，艾比特别是他那个专属技能伤害就很高，而且他激动也高，ご協力激动也好，伤害也高。他のやつには知られたくないからな。主要是有了打带跑以后，太赖了。有了打带跑以后，他可以翻山作战、渡河作战，地形越复杂他越强。我看一下账快是不是快用完了，补充点账。伤害也高啊，他那个技能，特别是那个你难度越高，敌人的魔力就越高，敌人的魔力越高，你的技能发动以后伤害就越高。艾比那个技能就是遇强则强。这个用不上嘛，还没有人需要这么大火的奶。哦，招敌有卖了。我操，这个好东西就是太贵了，2800，好贵啊。2800这个太贵了，但是关键时刻可以用一下。哇，这用一次就900块，太贵了。手上已经有个，等手上那个用了再买吧。这太贵了，不到关键时刻我不会买的，这太贵了。またいらしてね。あら。买点这种，哇，这700我现在都觉得贵了。ありがとうございます。ありがとうございます。肯定要给飞马呀，贵的战我全部给飞马用，他可以发动节约，其他人就不要用了，太浪费了。大圣鸟也是给他用的，其他人都只拿，其他人还在用这种便宜又实惠的小圣鸟。只有他我才舍得给他用这种东西。またいらしてね。战斗的时候不能存档啊！我这个最高难度战斗的时候是不能存档的。
还有什么没有打的？塞利卡的，塞利卡的，哦，明天我要先打这个塞利卡的，来个塞利卡的没打，然后就主线了，好像塞利卡打完就主线了，实际我看一下，对，明天先打了个塞利卡的，再打个主线打完就可以打这个十一级的遭遇战了。龙族戴戒指是真的屌。先打塞利卡这关。这关他是不是会瞬移过来干我？他是不是会瞬移过来打我？我就担心这个。なんでしょうかこの島は。这个岛是萨利卡在海上遇到那个海盗的岛吗？海盗岛还是那个龙洞岛？私の生きていた世界にあった。海之池塘还是一开始那个岛？それは是一开始那个酒馆那个岛还是海盗的那个岛还是？ノーバ海峡に浮かんでいる島で、地下には还是龙洞那个岛？那个就是那个龙戴一个戒指那个，好像是那个龙戴一个戒指。なんだか懐かしいわ。あの頃の私は旅に出たばかりで、まだまだ世間知らずだった。思いばかりが先走って、仲間にもよく迷惑をかけたわ。艾比就戴那个老星的戒指是最好的。老星的戒指最适合艾比。あの頃、私は祖国を老星的戒指自带打带跑，给他完美。都不用都省了点数可以去学其他技能。道中で立ち寄ったのよ。直接瞬移起点吗？直接过关，我感觉亏钱亏经验吧。その前には感觉应该要杀掉一些人再杀他，直接杀他亏钱亏经验。今思い返してみれば本当に無茶をしたものね。セリカは人々を助けながら旅をしていたんですね。もし你要顺便听一下塞利卡的 BGM， 他那个应该是回声的经典 BGM， 塞利卡的主题曲。私も同じ選択をしたと思います。そう言ってくれると思っていたわ。对，贝尔一来，神威就给他。哎，神威给贝尔以后，男主角用什么呀？神威给贝尔以后，男主角用什么戒指好？ここはあなたに試練を与える場所。男主角用什么更好？乗り越えることができれば、私たちの絆はさらに強固なものとなるわ。さあ、武器を手に取って、あなたの全力を私にぶつけてきて。男主用贝老师有什么优势吗？男主用贝老师有什么优势吗？全能力加三。那男主就不能转职了。要这么干的话呢，我就不能转职了。我还想男主转个职。啊，就是刚刚登那个龙，那敌人应该有龙，我操，三条龙，我记得 FC 版就一条龙，然后 3DS 版如果选困难难度的话是两条龙，他直接给我来三条龙，我看一下左边这条龙要杀，有东西，有钱，这个要杀，这个有钱，这几个都要杀。他魔法伤害多少？天使，末世烈焰，五十魔攻，他速度也不是特别快，他秒不了我任何人，速度多少？有个十九的，可能有个二十五哦。他可以秒得掉我这一只，其他的秒不了。哎，这几个身上有东西的至少要杀了，其他的可以不杀。这三个法师要杀，然后这只龙要杀。那我要顶着他好几下，他一回合打我好几次血。每个回合顶住他的进攻，
器换一下应该就没那么危险了。武器不要拿头盔。速度。对，拿必杀斧就没事了。这样子他追击不了我任何人。就这样吧，戦う準備は万全よ。さあ始めましょう。哎，等等，忘记给法师戒指了。塞雷卡戒指扒下来了，我得补个戒指给他。どんどん召喚されてしまいます。暂时用一个，都没什么羁绊了啊。艾利克的还行，加到十级了，用着吧。哎，本色伤害减三还行，哦，加魔力加技巧可以。エリックさん、光栄です。怎么下？听一下这个 BGM 就下。听一下这个 BGM 就下了。